ベトナム戦争で使われた枯葉剤の影響とみられる結合ソーセージベトちゃんドクちゃんのドクさんに男の子と女の子の双子の赤ちゃんが誕生しました。母子ともに経過は良好だということです。双子の赤ちゃんは25日早朝予定より2ヶ月ほど早く生まれました。男の子は1600グラム女の子が1250グラムで現在一つの保育器で過ごしています。枯葉剤の影響が心配されていましたが、2人とも健康だということです。双子の赤ちゃんは少なくとも2週間は保育器の中で過ごすことになりますが、その後2、3ヶ月もすれば退院できるだろうと担当医も太鼓判を押しています。母親のテュエンさんも少し血圧が高かったものの安定してきているということです。ドクさんはこれまでお世話になった日本にちなんだ名前を子供につけることも考えていると話しています。